5位、ランク、スケさんルーム、エイト僧侶のいる、ガイ対、エイトの神僧侶対決ですね。さあ、まあね、かわいそうなのは、ランカーが負けたら、お、ランカーなのに負けるのかと叩かれるのに、特に僧侶はね、僧侶はただでさえ叩かれやすいという職業なのでね、からの、ずるいのはですね、神僧侶っていうのは別にランカーでもないし、あの、神も、もうほぼほぼ自称なんでね、まあ神だからしょうがないかって逃げられるところね、うん、そこはちょっとずるいなと思いますが、今日は、夕方のスケさんセットはですね、いろいろメタキンだ、いろいろ行って、ピラダ行って、シズヤも参戦してくれて、さらに、サリエルは最近、スケコロでかなり株を上げてる、結果を残している。さあ、統合情報はマルヒでございます。が、やはり、ランカ25位という、あの、肩書きもありまして、エイトね。エイトが、の方になかなか人気に行ったのでね。ガイさんのとこは、さあ、マルヒの統合。さあ、もう試合は動いておりますが、こちら、ガイ軍がリード。はい。さあ、ここで追いついてきたのが、エイト軍ですね。355対445。さあ、ここはもう回復対決といっても、過言ではない。FF13 かな?やったことないんだけど。爆弾の配置を見せてなくないって、放送画面隠した統合だけ舐めるな。これ13だね、多分。あ、両高いらっしゃい。さあ、徐々に差が縮まってきた。さあ、サリエル落とされての、こちら逆転443対357。さあ、なかなか面白い、試合になってきているんじゃないでしょうか。これね、なんかいい試合の時シーソーゲーム流したよね、ミッシルのね。ミッシルのシーソーゲーム流したいけどもね、それを流しちゃうと、YouTube の方にアップできなくなっちゃうんでね。さあ、417対383、2分半を切ったところで、リードはエイト軍。そう!先行、かな?うん。さあ。いやー。さっき歌ったらうるせえって言われたから。さあ、そんなことより小津さん、ろくでなしブルース、ルーキーズね、時間あったら見てやってくださいね。見てやってください。俺どの立ち位置だ。さあ、シズヤ落とされて、さあ、406対394。さあ、残り2分を切りました。さあ、東郷がひっそりと、マルヒの必殺入れましたね。マルヒのポルカ入れましたね、今。さあ、421対379、ちょっと差が開いてきました。マルヒのポルカ。さあ、しかしこのままのように、東郷サリエルのように、残り2秒まで分かりません。さあ、しかし、サーリエルが落とされてのザオが入る。
さあ、419対3。いや、ここでまくって、いや、まくった、まくり返した。東郷が落とされた。さあ、ここザオが入る。さあ、かなりの接戦。残り1本切りました。416対384。さあ、ここ、しずや落とされての。さあ、こっからもう落とせない。ここはガイの回復を見せどころ。さあ、神僧侶、このまま耐えられるか。追い越すことができる。いや、東郷が落とされた。東郷、ここで落とされるのはかなり痛い。いや、時間がないか。こちら、やはり、エイト軍が勝利してしまうんでしょうか。さあ、475対325。さあ、もう時間がないぞ。さあ、シズヤ落とされての、さあ、東郷間に合うか。さあ、サリエルも、さあ、じゃあ、これはきついか。時間的にきついのか、きついのか、終わったのか、終わりました。459対341、イート軍お見事でございます。外軍の皆さんもありがとうございます。